Hello guys, Rod here. Finally, the time has come for us to be a sensei. Now, this is actually my first time. My god, so many lonelies here. I didn't play the JP version, so I'm excited for this game. Let me skip this and... Blue Archive. Don't put the name and pronouns. Let's do this. Let me see. We turned for seven wailings. We bear the coin Jericho. Sounds like a password. Oh, it is a password. Oh, man. It's gonna be long. Mission 3-9-8. You got that. Nice office. Ooh, nice. 少々待っていてくださいと言いましたのに、夢でも見られていたようですね。もう一度、改めて今の状況をお伝えします。私は、七神リン。それじゃあ、僕はロトリカ。学園都市キボトスの連邦生徒会所属の幹部です。あ、そっか。そしてあなたはおそらく、私たちがここに呼び出した先生。推測系でお話ししたのは、私も先生がここに来た経緯を。混乱されてますよね。わかります。こんな状況になってしまったこと、どうしても先生にやっていただかなくてはいけないことがあります。学園都市の命運をかけた大事なこと。キボトスへようこそ。キボトスは数千の学園が集まってできている巨大な学園都市です。きっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが違っていて、でも先生ならそれ、あの連邦生徒会長がお選びになった方ですから、ね、それは後でゆっくり説明することにして。ちょっと待って、太鼓見つけた。何？隣の大人の方は？首席行政官。連邦生徒会長に会いに来ました。ああ、面倒な人たちに捕まってしまいましたね。こんにちは。各学園からわざわざここまで訪問してくださった生徒会。こんな暇そう。今学園都市に起きている混乱の責任を問うために。そこまでわかってるなら何とかしなさいよ。数千連邦矯正局で、スケバンのような不良たちが登校中のうちの生徒たちを襲う頻度も最近急激に高くなりました。戦車やヘリコプターなどで、こんな状況で連邦生徒会長は何をしているの？連邦生徒会長は今、やはりあの噂は、結論から言うと認証を迂回できる方法を探していましたが、それでは今は方法があるということですか？はい、この先生こそがフィクサーになってくれるはずです。この方、ちょっと待って、そういえばこの先生は一体どなた？キボトスではないところから来た方のようですが、はい、こちらの先生はこれからキボトスの先生として働く方であり、行方不明になった連邦生徒会長が死ね。僕はロッド、よろしくね。こんにちは先生、私はミレニアムサイエンススクールの、いや挨拶なんて今はどうでもよくて。そのうるさい方は気にしなくていいです。続けますと、誰がうるさいって。私は早瀬優子、覚えておいてください先生。おっ先生はもともと連邦生徒会長が立ち上げたある部活の担当顧問としてこちらに来ることになりました。
連邦捜査部シャーレ、単なる部活ではなく一種の超法規的機関、連邦組織のためキボトスに存在する全ての学園の生徒たちを制限なく加入させることすらも可能で、各学園の自治区で制約なしに戦闘活動を行うことも可能です。なぜこれだけの権限を持つ機関を連邦生徒会長が作ったのかは分かりません。シャーレの部室はここから約30キロ離れた外郭地区にあります。先生よ、モモカ、シャーレの部室に直行するヘリが必要なんだけど。シャーレの部室？大騒ぎ？強制局を脱出した停学中の生徒が騒ぎを起こしたの。連邦生徒会に恨みを抱いて、地域の不良たちを先頭に周りを焼け野原にしてるみたいな。それで、どうやら連邦生徒会所有のシャーレの建物を占拠しようとしてるらしいの。まあでも、もうとっくにめちゃくちゃな場所なんだから、別に大したことな。あっ！大丈夫です。That is one suspicious there. なに？ちょうどここに各学園を代表するリッ、え？キボトスの正常化のために暇を持て余した皆さんの力が今切実に必要です。ちょっと待って！どこに行くのよ！代表マッピー、何これ、パキッカ、なんで私たちが不良たちと戦う。サンクトゥムタワーの制御権を取り戻すためにはあの物質の奪還が必要ですから。それは聞いたけど、私これでもうちの学校では生徒会に所属しててそれなりの扱いなんだけど。痛いってば。あいつら、違法 JHP 弾を使ってるじゃない。伏せてください、ユカ。それに、フォローポイント弾は違法指定されてはいません。うちの学校ではこれから違法になるの。傷跡が残るでしょ。今は先生が一緒なのでその点に気をつけましょう。先生を守ることが最優先。あの建物の奪還はその次です。ハスミさんの言う通りです。先生はキボトスではないところから来た方ですので、私たちとは違って弾丸一つでも命の危機にさらされる可能性があります。分かってるわ先生。先生は戦場に出ないでください。私たちが戦ってる間はこの安全な場所にいてくださいね。戦術指揮をされるんですか。分かりました。これより先生の指揮に従います。生徒が先生の言葉に従うのは自然なこと。よし、じゃあ行ってみましょうか。計算は完璧。ここはもう安全です。まずスキルカードシステムについてご説明いたします。戦闘に参加する生徒たちは EF そのうち3枚のスキルカードがランダムに、そして好きなカードをタッチするとスキルを使うためにはその分コストは自動的にチャージ。行くわよ。帰ります。前方に敵が集まっているの。スズミさんのスキルは集まっている敵に使うと効果的です。スキルカードをタッチした後に、これは痛いですよ。無駄よ。まだ終わらないわよ。いいのかもしれません。では、ユーカさんのスキルを使ってみましょうか。ユーカさんのスキルは自分自身を強化するタイプですので、悲しみも怒りも全て因数分解してやるわ。数学は真実を導く。私たちの勝ちよ。なんだか戦闘がいつもよりやりやすかった気がします。やっぱり
そう。先生の指揮のおかげで普段よりずっと戦いやすかったです。なるほど、これが先生の力。まあ連邦生徒会長が選んだ方だから当たり前か。それでは次の戦闘もよろしくお願いします、先生。もうシャーレの部室は目の前よ。今この騒ぎを巻き起こした生徒の正体が判明します。ワカモ、百鬼夜行連合学院で停学になった後、強制局を脱獄した生徒です。似たような前科がいくつもある危険な。連邦生徒会が来ていないみたいですね。あの建物に何があるかは存じませんが、まあ久しぶりのお楽しみになりそうです。計算は次の目標地点に移動しましょう。移動します。生徒たちは遮蔽物を発見すると隠れている間に敵の高校の遮蔽を効果しかし、まだ終わらないわよ。騒動の中心人物を発見。連邦生徒会の子犬たちが現れました。無駄よ、勝利を証明するのは逃しません。目標を、まだ終わらないわよ。私はここまで、あとは任せます。逃げられてるじゃない。おう、いい、生半可な行動をしてはなりません。このままシャーレのビルまで、うん、まあ罠かもしれませんし。はい、建物狙撃ポイントを変更します。ありがとう。以上、進んでください。 She's running for real。 合理と理想は無事だ。まだ終わらないわよ。無駄よ、逃しません。よし、建物の入り口まで。気をつけてください。狙撃ポイント無駄よ。ほい、もうよ。クルセイダー一番、私、不法に流通されたものに、つまりガラクタってことだから。あちらに気を取られてる間、クルセイダー戦車の相手をしなければなり。クルセイダー戦車は防御タイプ、かすみさんのスキルが貫通型ですね。行きます。まだ終わらないわよ。狙撃ポイント確保しました。勝利を証明するわ。前方へ先行弾を。ありがとう。進んでください。ガンマが計算結果に過ぎないわ。まだまだです。Man, もっと精進します。 That is one satisfying number。 着いた。はい、シャーレ物質の奪還完了。これが一体の、oh, yeah? Hello there。That's cute。 お待たせしました。そうですか。ここに、幸い気づ、受け取ってください。
これが連邦製。You got to be shitting me。 普通のタブレットに見えますが、実は正体のわからないものです。連邦生徒会長は、このシステムの箱は先生のもので、私たちでは起動すらできなかったものですが、では邪魔にならないよう。 Alright then。あれびっと。Let's see what's inside this tablet. What? There's classroom this tablet? Whoa. Kuku...munya... Castella には... Ichigo milk より... Banana milk の方が... Who is this cute angel? I bet she was dreaming about dessert. How is Papa cheek?ですよ。しっかり噛まないと。ああ、ポケテック。でも。でも。チップコンボポック。私は、もちろんたまに居眠りしたりしたこともあるけど、はい、よろしくお願いします。まだ体のバージョンが低い状態でして、特に声帯周りの調整が必要なのですが、これから先頑張っていろいろな面で先生のことをサポートしていきますね。あ、そうだ、ではまず形式的ではありますが、生体認証を行います。少し恥ずかしいですが、手続きだから仕方ないんです。こちらの方に来てください。もう少しです。さあ、この私の指に先生の指を当ててください。Reminds me of ET, but only it's more like AI than alien. まるで指切りして約束するみたいでしょ。はい。Wait, what? 宇宙人の映画のワンシーンみたいですって。実はこれで生体情報の指紋を確認するんです。画面に残った指紋を目視で確認するのですが、すぐ終わります。こう見え。どれどれ。よく見えないかも。まあ、これ…はい、かく…え、真面目にやってって…手抜きしてるみたいですって。最近の機械は指紋認識ぐらいは自動ですって。え、1秒もかからないんですか。そんな能力なくてもアロナは役に立ちますから。目でも十分確認できますから。全然信じてないって顔ですね。Oh no. だったら、そん
の最先端のなんとかさんのところに行ってしまったらどうですか？関係ねえ。くそ。なるほど。先生の連邦生徒会長が行方不明になって、私はキボトスの情報の多くを知ってはいますが、お役に立てず、すみません。ですが、サンクタムタワーの問題は、私が何とか解決で、はい、わかりました。それでは、サンクタムタワーのアクセス権を修復します。少々お待ち。サンクトムタワーのアドミ先生、サンクトムタワーの制御権を無事に回収できました。今のキボトスは先生の支配下にあるも同然です。先生が承認さえしてくだされば、サンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管できます。でも大丈夫ですか？連邦生徒会に制御権を渡しても。It's fine.わかりました。これよりサンクトムタワーの制御権を連邦生徒会に移管します。はい、わかりました。サンクトムタワーの制御権の確保が、これからは連邦生徒会長がいた頃と同じように。お疲れ様でした、先生。キボトスのここを攻撃した不良たちと天が、それでは、システムの箱は渡しましたし、あ、もう一つありました。ついてきてください。サンクトムタワーの制御権を連邦生徒会が取り戻したことを確認したわ。若者は自治区に逃げてしまったのですけど、あとは担当者に任せます。お疲れ様でした、先生。先生の活躍はキボトス全域に広がるでしょう。これでお別れですが、近い私も風紀委員長に今日のことを報告しに戻ります。ミレニアムサイエンススクールに来てくだされば、またお会いできるかも。なんだか慌ただしい感じで、はい、これから先生と一緒に、単純に見えても決して、それではキボトスは、これからお世話になります。それではこれより連邦ス、なのでお仕事を円滑に行うためにも、シャーレに入部してくれる生徒さんたちを募集した方が良さそうです。リクル、リクル、リクル。はい、レッツゴー。Let me just sign this here and...
あの、私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。ナイスイント。オーマイ。空域支援部バイカ園の教官、シュンです。小さいからって舐めないで。あの、私が来てもよかった。怪我をされた方はいらっしゃいますか？怪我をされた方はいらっしゃいますか？試練が怖いとき。じゃーん！ついに登場！お、私のことを探してくれてたの？一緒に美味しいもの食べに行こうよ！Should I reload? 新しい生徒さんが来てくれましたね。それでは連邦生徒会からのお仕事をしに行ってみましょう。 A few moments later. うち新しい生徒さん、いくぜ。落ち着くわよ。新しい生徒、それで。もっと精進し